アンサンブルスターズミュージック。その日、僕は生まれて初めてアイドルを見た。最初に感じたのは光、何かが爆発したかのようなキラキラした輝き。だから眩しいと思って僕はバカみたいに悲鳴を上げて身構えた。すると舞台の上で歌っていたアイドルがこちらを見た。錯覚かもしれないけど目と目があった。その時僕は無数のサイリウムが輝く観客席どころではなく、輝きが満ちた舞台の上からでは何も見えなかっただろう。アイドルは僕を見つけて笑った。そして歌いながらこちらに手を差し伸べた。でもその時僕は人生の全てに疲れ果てていて、自分は暗闇の中にいるのにアイドルたちが輝きの中にいるのが憎らしく羨ましい気がして、一瞬だけその手招きするようなアイドルの仕草を無視してしまった。けれど一秒後には我慢できなくなった。プロデューサー、君は？あ、ともあれ、
しみ。試練を乗り越えます。これが私のアンサンブル。君は、素晴らしいね。
僕は。あ、いいね。さ、あ、そう。そうだね。おっと。うん。プロデューサーさん、待っていましたよ。さあ。起きて。ねえ、起きてよ。あ、いや、お、ここはどこだ。君はアイドルか。いや、違うな。君はアイドルじゃない。アイドルなんだけどな。君ちょっと寝ぼけてるっぽい。ごめんね、気持ちよさそうに寝てたのに無理やり起こしちゃって。でもさ、ほら腕
さっきから君が万力みたいに握りしめてて超痛いんだよ。握力がすごいのを自慢したいなら好きにすればいいけどさ、あざとか残ったら困るから手離してくれる？お、ああ、これは失礼した。申し訳ないよ。でも決して君を傷つける意図はなかった。深く陳謝する。なんか昔の人みたいな喋り方するね君。ラブーイ。ラブ？気に触ったならその点も謝るよ。僕はまだ都会の常識に疎くてな。故郷。ううん、謝るほどのことじゃないよ。気にしない気にしない。それより手離してってば。うむ、重ね重ねすまない。君は華奢だな。ちゃんとご飯を食べているのか？ん？俺好き嫌いが激しいし、一応体型維持のために食べるものは選んではいるけど、まあ一応朝昼晩としっかり食べてるよ。そうか、それはいいことだよ。食べなければ生きられない、それは都会でも常識だろ。変なやつ。この部屋にいるってことは多分俺と同じでアイドルなんだろうけど、見たことない顔だよね。新人？俺アイドル番組とか情報サイトとかは逐一チェックしてるのに。それとも違うのかな、単なる迷い込んできた不審者？なんか恐ろしげな。アイドルは決して口にしないような寝言をつぶやいてたし、アイドルは殺す、アイドルは必ず滅ぼすとかなんとか、なんだか無性に気になる。ねえ君って。ああ、これは申し遅れた。僕は天城ヒーローと言うんだよ。天城が名字でヒーローが名前。君の名前は？自己紹介もせずにおしゃべりするのは無礼だったな。え？あ、俺白鳥アイラ。なんかよくわかんないけどよろしく。うむ、白鳥アイラと言うんだな。覚えたよ、綺麗な名前だ。ここで会ったのも何かの縁。どうか僕の友達になってほしい。はい？友達？別に嫌とかではないけど。ダメか？いや別にダメじゃないけど、意味がわからないっていうか初対面だよ。君はなんでそんなグイグイ距離を詰めてくるのかな。もしかして俺のファンだったりする？いや、僕は友達というものが何より大事だと信じているだけだよ。大事な宝物はいっぱいあった方がいい。アイラもそう思わないか？下の名前で呼び捨て。それも別にいいけどさ。田舎から来たみたいなこと言ってたけど、都会ではそういう慣れ慣れしい態度は嫌われるよ。空気読めないとか言われてさ。そんなんだから君もこの部屋に呼ばれたんじゃない？うざがられちゃったんだよ多分。ん？よく理屈がわからないな。詳しく説明してほしいよ。いや、俺もネットの噂話みたいなのを見ただけだから、勘違いだったらバカみたいだし、事実だったら悲しすぎるから言いたくないな。言ったらなんだか本当になっちゃいそうだもん。うむ、言えば本当になるのか。じゃあ僕も大声で言ってみよう。君と僕は友達だ。いやいや、友達じゃないからね。お互いまだ名乗っただけの赤の他人だから。もう何なんだろう、君と喋ってると疲れるよ。うむ、よく言われる。なんでだろう、僕は普通に喋ってるだけなんだけど。とにかくどうしてもダメか、アイラ。僕とは友達になってくれないのか。その可能性は 1% も存在しないのか。あ、悲しい。僕の胸は張り裂けそうだよ。もう鬱陶しい。わかったわかった、友達になってあげるから。やたら迫ってこないでよ、暑苦しいな。そうか、友達になってくれるんだな。
僕はとても光栄かつ幸福に思うよ。ああアイラ、我が友よ、今後ともよろしく。どうか友達として僕と一緒にアイドルを滅ぼそう。ああ、さて、うん、僕の芸術を見せてやろう。いきますよ。ここは任せろ。見せてやろう。もっと出せるはずだ。お疲れ様です。次のライブも頑張っていこうね。俺たちの歌と踊りで楽しませます。
いきますよ。スターズアンサンブル。ここは任せろ。ついてきたまえ。もっと出せるはずだ。I love it.まあ私にしては普通な結果ですね。それはそれで面白いのですが。